はい、じゃあ今度は肩こり腰痛の方ですね、行いたいと思うんですけど、まあ、今ボールに座っています。これ別に椅子でも構いませんので、最初は座りながら少し動かしてみたいと思います。まず肩こりの方ですかね、肩の方をしっかりと回していきたいと思いますので、まずは軽くですかね、横に腕を置いてもらったら、このまま大きく一緒に肩を回してみましょう。ね、じゃあこの5回ですかね、大きく数えたいと思います。では行きます。はい。1、2、3、4、5。じゃあ今度反対回しですね。はい。1、2、3、4、5。はい。で、一度腕振りましょうね。はい。じゃあゆっくりと戻します。じゃあ今度は腕をもう一度回したいと思うんですけど、手の位置をしっかりと決めたい。今度は手のひらをちょっと外にですかね、開くようにします。こうすることで肩がぐーっと大きく外に開いて、この状態で同じくですかね、一緒に肩を5回回してみたいと思います。では行きます。はい。1、2、3、4、5。大変は楽にしますね。より肩を凝ってるよっていう方は、腕を楽にしたまま回すよりも外にですかね、開いて、肩をしっかりと開いた状態で回してあげた方が、より肩こりには、よく、楽になりやすいので、腕を開いたままぜひ回してみてください、ね。はい。さあ、この特徴を生かしてですかね、今度は小さい前の歩き、ここから横に両手開いて閉じて開いて閉じてですかね、このまま大きく動かしていきたいと思います。で、これは10回数数えたいと思います。では行きます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。じゃあ今度は開いたところ、ここがスタート。ここから肘が90度になるまで上げて、下げて、ね、上げて下げて行います。まあ、余裕のある方は開いたところから前に行かないように、ね、このまま前横に腕が上がるように、ね、ぜひ動かしてみてください。はい。ではまずは小さい前の動き、ここから横腕を開きます。ここがスタート。10回数えます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あれは楽にします。まあ、肩が少し疲れたなって方はこういう動きを、ね、行ってみてください。じゃあ今度は腰の方ですかね、一つだけですかね、ちょっと動きをしてみたいと思うんですけど、まあ椅子とかボールですね、ちょっと外していただいて、マットの方に寝たいと思います、ね。仰向けに寝ていただいたら、このまま片膝を抱えます、ね。余裕があるよって方は膝を胸の方にぐーっと引きつけてあげる、ね。こうすることで、お尻前、ね、太ももの裏、ここが伸ばされる。ここが固まってしまうと腰が痛くなりやすいので、ね、こう抱える、ね。右にも左にもですかね。両方やって同じぐらい、ね、胸の方に引きつけられるかどうかを確認の方してみてください。まあ、だいたい10秒から20秒ぐらいですね。抱えたままキープします。はい。もう少しできるよって方は、今度は両膝を抱えてみてください。で、背中が痛くないよって方は、ここから前後に振っていきます。で、だいたい3回ですね。1、2、3回で、起き上がれるかですね。見てもらうと、腰が丸まってるよって方なんかは起きられませんので、最後は転がりながらですかね、大体3回ぐらい起き上がれるかどうかというのを確認の方ですかね、ぜひしてみてください。まあ、気になるよって方は、送信するんですかね、来ていただければ、私の方が指導しますので、そこは遠慮なくですかね、活用してもらえればと思います。